はい、僕です。ということで、こんにちは。今日はですね、さっきね、ちょっといろいろ調整とかしたら、スマホホルダーを壊してしまいました。壊れちゃってね、しょうがないよ。これがあれないとね、ちょっとツーリングね、支障をきたす可能性があるので、横浜のね、ナップスさんに、戸塚か、に行って、買って、あと、この、アクセルサポート、オペロン脚ね、あれをちょっと見てこようかなと思ってます。今日は比較的あったかいんでね、走りやすくて、まだ、300キロしか走ってないっていうね。それまだ4000回転縛りがあるんで、ちょっとね、鳴らししながら、ナップさん寄って気ままにこう走っていきたいと思います、ね、50キロ縛りです。4000回転なんで50キロぐらいしかいないんで、それでもちょっと行ってみたいと思います。よし、前方オールクリアだぜって言ってもね、スピード出せないんですよ。みんなね、追い越されちゃうんだよね。ほらほら、もうダメだよ、ね、今の藤沢あたりになってる。それでね、こいつちょっと鳴らし色きついよね。きついっていうか、エンジンブレーキもかけられないから、いつもの調子でパン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 煽っちゃうとダメなのよ。4000回転超えちゃうのよ。だからそのブレーキかけて普通に止まって、こうそろっとこう止まるしかないんだよね。早くね、鳴らし、とりあえず800キロ行ってね、800キロだまで行ったら、次1600キロまで6000回転。この6000回転じゃない、今4000回転。これ6000まで行くと、多分おそらくなんだけど、70キロぐらい出るんだよ。おそらくね。70キロ出るから、静照バイパス乗れるのよ。軽症バイパス乗れるってことは、やっぱり もっと早まるよね、1600まで。とりあえず高速乗りたいよね。ちょっと鳴らし。まあ、鳴らしってエンジンは結構もう、回してると思うんだよ、その、メーカーの方で。作った時にね。駆動系の、鳴らしだよね。やっぱり鉄粉がいっぱい出るんで、ギア。トランスミッションとかクラッチとかね、あれの鳴らしで、バン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 変えてってね、ギアをどんどん鉄粉を出してね、だから下道でのんびりこう行きたいと思います。あと少しで着くと思います。後ろトラックがね、迷惑かけてるよね。60キロ道路で、ここから50キロになるんだけど、60キロ道路で50キロ走られたらたまんないもんね。ナップスに入りたいと思います。ね、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、止まります。ナップス戸塚店ねに来ました。湘南かな。じゃあナップス、まあ戸塚にあるナップスに来ました。とりあえず入ってきたと思います。
インカムコーナーね。まあインカムあるといいよね、音ね。まあ自分も持ってるんだけど、ちょっとアクセルサポートと、ちょっとお買い得品を見ましょう。カッパか、雨対策のね、グローブコーナー。スマホホルダー、なんかその辺にありそうな気がするんだよな。ホルダー系のやつ、ね、スマホホルダー、この辺臭いぞ。スマートフォンホルダー、すごいんだね。これあれかな、スマートフォンホルダー、結構いい値段するよね、ベトナム。これはなんだ、これもそうか、 M サイズ1500円だって。防水のやつかな、防電ケース付き。1500円だった、これしようかな。ね、どっかの、ほら1580円。聞いてみよう。ちょっとベルシスのスロットルアシスト、これ合うか分かんないんだよな。ネットで今ちょっと調べたんだけど、ちょっと出てこなくて。 28mm から 35mm グリップサイズだね。ちょっと聞いてみるかな。今ね、横浜のラフ&ロードに来てたんですけど、ちょっとグッズを見るだけで、の帰りです。何も購入しません。で、買ったのがトスカジェのナップスさんで、グリップアクセルスロット、なんだっけ、これね、これとスマホホルダー。ちょっとね、このスマホホルダーはちょっと微妙で、家帰ったらからちょっと加工っていうのが必要なので、今つけてません。ここに今ついてるんですけど、こんな感じで今これから買って、今日取り付けたのが実はね、トップケースをね、つけたいんだけど、後で紹介しようかな。今日装備ちょっと増やしました。っていうのも、このアクセルのね、スロットルサポートみたいなね、これ握んなくてもこれだけでアクセルがちょっと楽になるんで、これつけてみました。それでスマホホールドは壊れちゃったんですけど、新しいのにこんな感じでカバー付きのね、つけます。それで一番のがトップケース、これね、安い NBS さんのね、 NBS の48リッターのやつね。トップケース推奨じゃないんだけど、どうしてもツーリングトップケース必要なので、これ安いんだよね、4200円とか。ベースもついて、全部ついて、これをつけましたね。こんな感じで普段は撮ってるんですけど、ロングツーリング用にこれつけました。ということで、ちょっとまだ全然慣らし運転がねできてないんで、
これからゆっくりとね1ヶ月ぐらいかけて流し運転していきたいと思います。それでは終わります。